マーガーを多分持ってきました。ちゃんとこちらです。それなんだっけ、チーズ？チーズベーコン。これがスペシャル。いただきます。チーズがね、でかいの、すごい。すごい。チーズが肉厚くて、ベーコンもしっかりしてるし、パンもふわふわ。美味しい。やってきました。長崎。今日何、今何してんの？今は、メガネ岩公園っていうね、絶景スポットにね、そうなんだ、うん、涼しくなってきたね。マジね、誰もいないし、なんかセミの音するし、いいね、うん、自然がいっぱいって感じ、うん、自然がいっぱい。え、そう、ここ公園だね。どこ？メガネが公園、これだね。これじゃないって。何？違ったのかな。メガネ岩公園です。じゃじゃん、でん、ご近所の公園みたいですね。うちにあるね、看板見てみようよ。おいで。あ、こっちじゃない？あ、それだ、それそれそれ。入れない、入れない。そうなんだ。なんで？落石の恐れあるやつ。これがメガネ岩って。何探してんの？展望台。さっき行ったとこ？うん、石垣展望台。天海峰ってやつ行ったんだよ。天海峰ってどれ？いや、もうちょっとそっち。気持ちいいね。ねえ、うん、服着てないみたいになってない？本当だ。はるかだけ水着みたい。いや、かっこいいね。船いいね。うん、めっちゃいいね。今ね、このヨットはエンジンかけてないで風で進んでるらしい。そしてはるかが運転している。そう、少しね、回すだけでね、進路がかなり変わる。ヨットクルーズ終わりました。ね、めちゃめちゃ楽しかった、ね、なんかほんと天気よくってすごいさ、綺麗にサンセット見れたしさ、うん、おっちゃんもさ、おっちゃん道一緒でさ、うん、楽しかった。楽しかったね。次は何？ね、佐世保駅に向かってご飯食べたり。アゴラーメン。何アゴって？分かんない。んで、佐世保バーガーを、違う、佐世保バーガー食べた。うん、食べた。今何時？今ね、7時27分。ちょっと見て。あ、綺麗。あ、ここ写真撮りたい。セイラは写真を撮りたいと言ってますね。ちょっと急いでもらっていいですか？お腹の方がね。めっちゃ綺麗だよ。お腹の方がね、結構ね。着いた？クラゲがね、いるんだよ。うん、セイラと一番最初に出会って海行った時にセイラはクラゲに、そう、やられた。やられた。足入ってきたもん、足の中に。ほんと？うん、ほんとほんと。足の中に入るってどういうこと？え、クラゲの、クラゲに刺されるってクラゲの足が入ってくるんだよ。え、クラゲ、うん、そう、クラゲに刺されるって。え、そうなの？確かね。え、そしたらもう大量出血じゃん。あ、細い、すごい細いよ。針みたいなのってこと？うん、うん、あー、マジ。え、綺麗。こちらも、ほら、また写真撮り出しちゃったよ。セーラー、うわ、いたいたいた、見つかったぞ。あ、見て、猫ちゃんがいっぱいいる。ほら、そうだ
ごめんね、落としてる。あー、痛い痛い。あ、痛い。はい、もう落ちてる。マジお子ちゃま用だね。あ、セーラー用じゃん。え？はい。今は海水浴場に来ています。車止めるとこなかったから、適当に止めて、今からテク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 。いや、浮き輪がさ、首締めた？締めたよ。あ、ね、冷やし中華忘れたよ。あー、気を取り直して、うん、冷やし中華も持ったことだし、うん、海に行きましょう。行きましょう。ここは一つく海水浴場っていうところ、うん、もうちょっとこっち側だね。あ、そうだね。一つく海水浴場なんか閉鎖されてて、うん、入れなかったから。めちゃめちゃ綺麗。長崎こんな綺麗なのって感じ。ねえ、気持ちいいね。ちっちゃ。ちっちゃくない？ちっちゃすぎてできない。シュノーケリングね、グッズをね、買いに行こうと思ったんだけど、なかったね。これも冷たくないよね、うん、ちょうどいいぐらい。ちょうどいいぐらい。水温はちょうどいい。なんかさ、車でさ、うん、あー、パンツ、パンツ。車で1時間ぐらいさ、うん、走ったからさ、うん、この間にドンキとかイオンとかあるかなと思ったんだけどさ、うん、何もなかったね。何してんの？落とした具材拾ってる。何落としたの？キュウリと